皆さんこんにちはモナ・リザ・クロームでございますいつもご視聴いただき誠にありがとうございますさて皆さん今室温が32.6度326でございます昨日は33度ぐらいかなでこのマックスタジオを使って ファイナルカットプロの編集をしていたらフリーズを何度もしましたこのねやっぱり33度ぐらいから上になるとこうパソコンはねあまり調子よく動いてくれませんそれで今日はちょっと考えましたこの ZVE10 の収録を 4K ではなくフル HD にする これまでは 4K で撮影しフル HD で編集し YouTube に上げる画質がいいからできるだけ 4K で撮るですが今日はフル HD で撮ってフル HD で編集してアップロードするこれカメラにもパソコンにも負担がかからないこういう暑い日はこのように乗り切る それで今日は猫カフェ、猫大好きなんですよ。で、猫カフェの方に行ってきました。なんで猫カフェに行ったかと言いますと、それはこの ZFC で始めるカメラライフの今回のテーマ、課題が生き物を撮る。猫でも犬でも。 鳥でも昆虫でも何でもいいからとにかく生き物を撮って皆さん方作品をくださいって言ってるわけですよ。で来週の月曜日は私の作品をアップロードしますので40ミリをつけて猫カフェで撮影してきました。その話をさせていただきます。 いかかがですかこの写真なかなかねこんな写真撮れませんよ。これもうね最短撮影距離29センチギリギリのところで撮影してますね。だから猫の鼻は前ぼけで猫の耳は後ぼけになっています。でピントが合ってるひげの部分見てください。 解像感ありますねもちろん JPEG 取っ手出しノーレタッチ、ノートリミングです今回撮影に使ったのは AF エリアモードはオートエリア AF の動物を使いましたあの動物マークあるやつで,でフォーカスモードはもちろん AFC ですね この AFC とオートエリアモードって私が一番愛用しているモードです。すごく使いやすいですね。もうカメラを向けた瞬間、だいたいほとんど猫の瞳にピントを合わせますので、動き回っている猫ではちょっと厳しいところはあるんですけれども、そこそこで、ね、ピントを合わせてくれますし、7割方はあの失敗しないで写真を撮れるかなって思いました。 こちらも開放で撮影しています。まあよく見ていただくとえボケがすごく綺麗なことに気がつきます。まあ、美しいですよこのボケ感ボケ味いいと思います。まあある意味で今日ねこの40ミ、mm、リ見直しましたね。この間撮った時は2000ボケが出てるのでマジかって思ったんですけど。 今日はなかなかいい感じでございますただこの 40mm のレンズは ZFC は APS-C カメラですからフルサイズに換算すると1.5倍 60mm になるわけですよで 60mm はやっぱりね価格が狭いかな狭いですねちょっと窮屈な画面になりがちですですからまあ少し 離れて離れて撮影するるるとということに心がけてああ必要があると思います2 8ミリを持ってる人ならね全然問題ないと思うんですけども、えー、この 40mm を使う場合には少し離れて撮影することを意識して構図を作るといいかなと思います。これは私の方に歩いてくる猫を連写してみました。 まあ程よい感じでピントを合わせ続けますちょっと横を向いたりするとダメですけれども瞳をこっちに向けているならばだいたい合いますねそんなすごいっていうほどではないんですけどもまあ十分っていうぐらいは仕事をしてくれますこの猫ねすごく人懐っこくて寄ってくるんですよで猫カフェだから飲み物をね えー、買わなくちゃいけないなんかペプシーコーラあったから久しぶりに飲んでみようということでペプシを棚のところに置いてたんですけどもはって気づいたらペロペロしてましたね油断も隙もありゃしないっていう感じですまあ、そのようにこう人間にすごく興味を持っている猫たちばかりで撮影するチャンスがたくさんあって良かったですね 以前行った猫カフェはもう全く寄ってくれない人のところに来ないんですよそれはなぜかと言いますと保護された猫たちを集めて猫カフェを作っているからですねそれはそれで本当にいい取り組みですし貴重なカフェなんですけどもそういうところと比較するとめっちゃ人懐っこいで先ほどお見せした写真は露出オーバーです もうこののカメラの限界を使ってます4000分の1秒 ISO 感度 100F 値は2どれも限界ですね8000分の1秒があればいいんですけどないだからシャッタースピードはもう変更できない ISO 感度100100 100ですからこれも限界そうすると前ダイヤルを回して絞るしかないんですね 昨日ね ZF の動画を上げましたが、まあ、あの中で ZF には8000分の1秒が搭載されるということで私喜んでましたけどやっぱりいざという時には8000分の1秒があると便利だなということが分かります。それでもし皆さん方が猫、ね、カフェに行かれた場合に気をつけることを最後にお話しします。 やはり猫を撮影する時には猫の視点に合わせるだからもうローアングルというか猫と同じ視点にカメラを向けて撮影してあげると楽しい写真が撮れると思います皆さん方もぜひ猫カフェに行ってはいかがでしょうか涼しいっすよ最後になりますがここで撮影した写真は 月曜日の ZFC で始めるカメラライフの中でたくさん紹介させていただきます。今日もご視聴いただきありがとうございます。